ですね、今年5月で丸14年になります。2007年の5月に日本を離れてニュージーランドに行きました、はい、このニュージーランドに来られたきっかけというのはどういうものになられますか？そうですよね、僕の奥さんがニュージーランド人で、そうですね、で当時日本で大学の方で英語を教えてたので、あ、はい、約10年間女房は日本に住んでおりました。10年間、はい、それで、女房の母国へ帰りたいという熱望に負けて、はい、結局ニュージーランドへ来ることを選択したんですね。リクエストに応える形で引っ張ってこられたような感じです。ニュージーランドへ移住しようということになったわけですね。で、じゃあ奥様はもう日本語がご堪能で、ヒデさんはその時お知り合いになられた際は英語は喋られたんでしょうか？僕は全く英語話せなかったんですよ。で、女房と知り合った当初も、はい、今から1999年の2月だったので、はい、女房も日本に AT という、今ちょっと名前が変わったみたいですけど、はい、アシスタントイングリッシュティーチャーという各、はい、都道府県の、教育委員会、はい、各事務所に所属して、そこから派遣される、中学校高校に派遣されるという、そういう、英語を教える先生としてニュージーランドから、日本の広島県江田島市の、教育委員会に採用されたんです。それで約3年間女房はそこで中学校高校で英語を教えながら、でその後また違うキャリアのステップにちょっと移っちゃったんですけどね、はい、実は女房と知り合ったのはその当時広島にあったマックというアイリッシュパブがあったんですね、はい、ちょうど広島市内にある。でそこのアイリッシュパブというのはほとんどのお客さんが日本人ではなくて、アメリカ岩国基地のマリーンであるとか、兵隊ですね、兵士とか、あと、女房と同じような立場の AT の先生であるとか、あるいは語学学校の先生であるとか、もちろん外国人ですね。でその人たちが入り浸るするアイリッシュ系のパブが昔結構あったんですよ、そこに。でそこ僕は当初全く行ったこともないし、知らない名前も聞いたこともなかったし、でたまたまある日僕の日本人の友達がパブ行こうじゃないかという話でちょっと電話かかってきて、ちょうど日曜日あ金曜日ということもあって、でほんじゃ一杯行こうって言ってね、ついて行ったわけですよ、はい、そしたらもう全然行ったことないような狭い階段を登っていって、はい、あれが建物が3階建てぐらいの小さいうなぎの寝床みたいな建物で、はい、がありまして、はい、でそこの階段ずっと登っていって、もうライトも何もないです、真っ暗です、はいはい、で登っていって3階ぐらいだったと思うんですよ。でたどり着いたらドアを開けたらそこが全く見たことないアイリッシュ系の、本当日本にはない独特の海外の香りがする。で、雰囲気もそうだし、あとその内部のパブ内部の何て言うんですかね、例えばそのベンチであるとか椅子であるとか、それも日本でちょっと日本にはないような何か外国っていう感じの雰囲気 でその時はその雰囲気ですごい新鮮味があって中入ったんですよ。でそしたらですね、そこには僕と友達とあと 2,3 人ぐらいのお客さんがいたぐらいで、はい、どこもボックスが空いてたし、普通の椅子も空いてるし、でボックスに座ったんですよ。もうボックス座ろうじゃないということで、で20分か30分ぐらいですかね、友達とこう世間話しながら飲んでたら、はい、たまたまそこへ女房と、今の女房と、はい、それと女房の同じ同僚のイギリス人の女性の方が一緒に入ってきて、はい、で席はいっぱいあるんですよ、はい、その店内には、
15、6席あって、はい、国籍が、はい、そこあるのになぜか僕らのところ座ってきたんですよ。わざわざお客さん他には2人か3人ぐらいしかいないのに、まあまあいいかと、まあ、もちろん英語はわからないし、まあ、外国人が来たっていう感じですよね。まあ、ある片言 の英語でやり取りしながら、まあ、女房ももちろん日本語は全く話せなかったです。女房の友達も日本語は話せない、僕は英語は全くわからない、話せない、ただ友達がちょっとあの英語にかじってたので若干片言の英語は話せたん でそれを返してちょっと会話したりして、でそうこうして、まああんまりこう会話にならないかな、僕はどっちかといったらもうその場をちょっと立ち去りたい、はい、というのが、まあ、正直なところだったんです、はい、そしたらですね、今の女房がたまたま聞いてきたんですよね、あの 電話番号というか、片言の日本語で電話番号、電話番号でペーパーを僕に渡して、で何かなと思って、何のことかなと、で友達に聞いたらその電話番号が欲しいと言って、でそれと同時に女房がその当時、持ってたあの名刺、自分で作った名刺、それを僕にあげたんですよ。でそれには名前とカタカナで書いてある名前と英語の名前と、それと住所と電話番号が書いてありました。で当時はその携帯電話というのがあんまりない時代だったんですよね。 PHS とかなんとかいうのが昔当時ありました。でまあそういう時代だったんで、まあもちろん携帯電話ないし、普通の家電ですよね、家電の電話番号書いてある。いや僕もなんか電話番号は教えないといけないなという思いになったんですけど、書くもんがない、誰も持ってない。でたまたま僕が冗談で Do you have a lipstick? って言って女房に聞いたのが最初の英語の会話だったと思います。喋れたね。で女房がそうなんです、リップスティックは知ってたんで、なんでそれぐらいはちょっと言えたんで、そしたら女房とその友達がすごい受けて、あすごい面白い人だということで、本当にリップスティックを僕にあげたんですよ、口紅を。でそれで向こうから渡された紙にその僕の電話番号を書いて渡したんです。でそのもらった名刺は一応ポケットに入れて、はい、で10分ぐらいかな、10分か15分後ぐらいにもう帰っちゃったんですよ、僕も帰ったんですよ。で僕と友達一旦帰って、で次の日違う友達、エチオピア人の友達がいて、その人は英語も話せる、日本語も話せる、もちろんエチオピア語も話せる、そういう人 でそれの家にたまたま遊びに行って、で名刺を見せたんですよね、その話をして、いや実は昨日こういうことがあったと。そしたら友達が、あちょっと名刺貸してって言うわけですよ、はい、で何すんのと。で彼の家のアパートの中 で彼がおもむろに電話をしだしたんですよ、それ見ながら、はいはい、何すんの俺わからないよ電話って言って、まあ、いいからって。でやつがスピーカーボタンを押して、はい、電話をかけ始めてね、うん、それでその後今の女房が電話を取って、うん、Hello っていうわけですHello で、ね、友達は僕にその受話器を渡すわけですよね。渡されてHello とりあえず一発言ったのは覚えてます、うん、でその後その僕のエチオピア人の友達が気を使って紙に書くわけですよね。でそれを読んで女房に伝えたと。で僕も内容わからないです、何を言ってるのか、ただ書かれたのを読んでそれを受話器の向こうの女性に話してるという感じですよ、ただ言ってるという感じで。そうこうしたらそんなに話してないですよ、1分時間にして1分2分ぐらいですかね、したったらずの英語 でそれをただ読んだだけっていう、でもそれがなんか通じたらしくて、あ、OK っていう話になって一旦そこで電話切ったんです、うんうん、で後でその切った後にその友達に何をお前ところで書いて俺に読ましたのっていう話したら、あれはデートの約束をしたとどういうことってわからないその時で、そしたら広島に呉市というところがあります、はい、で呉市の呉駅というところがあって、でそこに来週の土曜日デートの待ち合わせを朝の10時にしたと、
うん、お前絶対そこ行けよっていうんです、はい、エチオピア人の友達が、なという話をしながらも結局翌週の土曜日も行ったんですよね。行ったんですけども、それがまた2時間ぐらい遅れて行ったんですよ。10時の予定が12時前、はい、でそれがですね、たまたまその日、その他の友達から広島市内の友達から電話かかってきて、ちょっと子供が生まれると、はい、友達の奥さんが子供をちょうど産んだ日なんですよね、はい、その日が、はい、でその日に僕も行って、はい、で病院行って奥さんと話して、はい、でそうこうして、で今から飯食いに行こうと、でタクシーに乗ったで友達と乗って、その時たまたまですよ、その時もう10時過ぎだったですね、広島市内で、はい、でその時にちょっと待って、今日なんかあったなと思いながら、ふとタクシーの中でちょっと待って、飯食いに行くのもいいけどなんかあったなと、その時思い出したのが、あ、女房と今日今の女房ですね、あ、そういえば外国人の女性とクレーキ前で10時に待ち合わせしてたっていうのを思い出して、やっばーと言って、で友達に言ったら、お前もうすぐそこで降りろと降ろされて、でそこから電車、乗って、で広島駅で、広島駅からクレーキまで電車に行ったんですけども、もう着いた頃はもう12時前だったんです。あ、もうこれいないわと思って、今だったらほら、あの携帯電話もあるし、まあ、どこででも連絡つけるんですけども、その当時はないですよね、公衆電話といってもないし、もう行くしかないと、とりあえずもう行こうと、まあ、いなかったらいなかったらしょうがないかと、たまたまそこの待ち合わせ場所、クレーキ前のエスカレーターの前、そこ行ったら待ってたんですよ、はい、待ってて、あ、待っててくれたっていう、でそれからその日のデートに向かったんですよね、はい、そういうのが最初の馴れ初めです。あ、素晴らしい。もちろん英語、それもちろん英語も話せない、で女房はその日本語は話せない、はい、でも本当買ったことですよね、デートなのか何なのかちょっとわからない状態 で、はい、でそれがまあそうこうして、はい、3ヶ月4ヶ月、はい、日にちが経つにつれて、この女房がこれ日本語をちょっとずつ話せるようなんですよね、女性という女性は、男性と違って、あれにはすっごい驚きました。である程度の会話もできるようなんですよね、4ヶ月ぐらい経ったぐらいで、はい、すごいな、まあ、読み書きは別として、はい、まあ、話すという部分では、まあ、なんとかコミュニケーション取れるレベルまでいったのがやっぱり4ヶ月、はい、そうですね、それから徐々にこう、なんていうんですかね、その関係をちょっとこう深めていったっていう感じで今に至るんです。奥様はヒデさんとお付き合いされて日本語を習得されたという。そうなんですよ。でその時女房も1歳まだ来て赴任して、はい、まだ6ヶ月経ってなかったんじゃないですかね、日本に来て、その当時、その当時の江田島っていう場所に慣れて、はい、でちょっとAET の友達もできて、はい、もうちょっと楽しくなったっていうぐらいの時期だったと思うんですよ。だからその言葉をうんぬんという段階では女房もなかったと思います。当然僕もそう突然のことだったんで英語なんかも話したこともないし、はい、ヒデさんの英語の方は徐々に同じようにうまくなられていたんでしょうか。じゃないんですよ、僕英語はほとんど日本では勉強してません。もうこれも昔の話なんですけど、はい、イングリッシュアドベンチャーというのがあったんですよね、はい、昔通販で、はい、あれが高い教材があって、はい、であれが10巻か11時間まであったかな、はい、僕がまだ中学生ぐらいの時だった、はい、うちの兄貴がそれを買わされて買ったんですよね、あれ前巻、はい、でしないのに結局持ってるわけですよ家の中で、何これって。でそれを思い出して、その当時中学生の時うちの兄貴持ってたなというので、あれごっそりその実家に帰った時に持って自分の寮まで持って帰って、それで徐々にですよ、それ聞きながら勉強というか、なんかこう真似事でしょうね、勉強の真似事、それやったんですけどやっぱりうまくなりません。ちょっとやっぱ難しかったですね、独学というのが。で結局その日本にいる間は英語で
養母とやり取りっていうのがほとんどなかったんです。はい、不思議なことに。でその反面、養母が日本語をどん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 、吸収して、はい、でまあ、喧嘩、平気で喧嘩するぐらいのもう日本語レベルになっちゃって、はい、日本語ですよね、家庭内でも日本語、外でも日本語、はい、でまあ、そういうなんか変な、夫婦でしたね、日本人からも。いや、素晴らしいお話で、運命的な出会いで。ありがとうございます。ありがとうございます。